座敷わらし。東北では古い家にはわらしがいると信じられている。なかなか姿が見えないが、わらしは赤い顔をして子供のようである。家に住み着いている時には家は栄えるが、これが逃げ出すと家は衰えていくと言われる。夜中なんかに原因不明の音などがすると、座敷わらしのせいにされたりする。それに似たもので蔵ぼっこというのもおり、これは蔵に住んでいて日頃は姿を見せないが、火事なんかがあると時として姿を見せる。座敷わらしも蔵ぼっこも家の霊であろう。